平塚警察署は神奈川県警察が管轄する警察署の一つである。相模方面本ブレーカー第5方面に属する県内有数の大規模警察署であり署長は警視制。識別証所,所属表示はが、管轄区域は東海道の宿場町として古くから栄え、JR 平塚駅を中心に繁華街が広がっており、湘南エリアにおいて犯罪や 交通事故発生率が最も高い地域となっている。また観光、レジャーで賑わう海浜地区の一面もあり、夏季には湘南平塚七夕祭りや湘南平塚花火大会、冬季には箱根駅伝などの各種祭事が毎年開催され、その警備にも従事する。およそ26万人が暮らす平塚自然域の治安を担う。 署内に刑事部機動捜査隊並びに地域部、自動車警ら隊の平塚文中所が設置され、主に湘南地区の活動拠点となっている。また当初には警備部直轄警察隊も配備されている。管轄区域内には指定暴力団田川会計組事務所が存在する。平成24年以降、繁華街等における街頭犯罪抑止対策のため、街頭防犯カメラを運用している。 県下で数少ない警察署の一つ、署員数300名以上一期一期一期、ありがとうございます。